はい、高原しぐれです。今回はですね、以前一度ご紹介しているガチャガチャなんですけど、待って、持てない多い、こちらですね、一度開けてるこちらのガチャ、こんだけあるやつ、わー落ちちゃった、どこだどこだ、ありがとうございます。はい、こちらがなんとですね、ここに書いてあるんだ、名探偵コナンのスイングエクストラ EX のガチャガチャでございます。こちらね、これね、その赤井さんと安室さんもいるんだよ、こっちだ、これなんですが、前はキットが当たってキットが当たってキットが当たってそしてヘイジが当たってコナンくんが当たりました。こちらなんとですね、今回あーどんあーえ、また増えたのでこれ開けていきたいと思います。これね、あ、このガチャガチャのね、色がね、ここは見てる、こっち見てない、開けていきたいと思います。あ、まずこれから開けますね。なんとこれはよいしょよいしょ、なんでこんなにいっぱいいるんだろうって感じのキット4つ目これすごいな、4つもあるから、もうね、全然なんか保存用と使用用のスペアと、でできるんじゃないかなという感じなので、今回は、こちらの名探偵コナンスイング EX のあキットと、あともう一つ開けて OK、 あと2つ、あ、かぶってるやつは開けて大丈夫ということなので、開けていきたいと思います。気分的にはこっち先に、あ、こっちじゃない、間違えた、こっち開けます。この紫のやつに入ってたのが、2017年大注目のこの方、服部平次です。とちょっとね、前の方に来てしまってるから、お顔がよく見えない、開けたっていい気はしてるんだ。はい、服部平次と、あともう一つ、今のがヘイジでしょ、ヘイちゃんでしょ、あれ、ん、キットがいっぱいで、どれかわかんない、こっちか、これか、そしてこれがなんとですね、名探偵コナン、この作品の主人公、あ、顔が見えない、コナンくんなんだこれ顔が見えないんだけどね、コナンくんです、コナンくんです、ちゃんとメガネかけてるんだよ、開けたいな、裏側のこのなんか これで判断してくださいということで、今回はこちらスイング EX の、すでに持てる方でしたが、新しくまたお迎えしました、コナンと、これがコナンね、キッドとヘイジでした。あとこっちの2つ開けたいと思います。